願いいたします。本日、新たな宇宙基本計画と宇宙安全保障構想を決定いたしました。本日、人類の活動領域は宇宙空間へと本格的に拡大し、また人工衛星などの宇宙システムが情報通信、災害対応などの活動や安全保障を支えています。これらをめぐる国際競争も激しくなっています。新たな宇宙基本計画では、安全保障、防災減災やイノベーション、宇宙科学と探査などの民生分野、そしてこれらの宇宙活動を支えるロケットなどについて将来像を示し、その実現に向けた今後10年程度の取り組みを定めました。特に研究開発については、今後新たに宇宙技術戦略を策定し、JAXA の研究開発力を強化するとともに、JAXA が企業や大学に資金を提供する機能を強化し、官民連携でイノベーションを加速していきます。また宇宙安全保障構想では、安全保障のために宇宙システムの利用を抜本的に拡大するとともに、宇宙空間の安全かつ安定的な利用を確保していくこととしています。そのために民間の技術も活用し、情報収集、通信、衛星測位、宇宙領域の監視など、安全保障のための宇宙アーキテクチャを構築していきます。我が国の宇宙活動の自立性を維持強化し、世界をリードしていくため、高市大臣を中心として政府一丸となって引き続き宇宙政策を推し進めてください。以上です。ありがとうございます。